他自己整个所有的广告里面有拍照，也是有在这个地方。这个是做夏天，但是三次。写真撮ったりしてるから、あそっかそっか、うん、いい、あの、変化に飛んでよかったですよ。あそっかそっか、うん、これから千歳温泉行ってお風呂に入っていっぱい飲んで寝るんだ。ちょうどよかったね、タイミングね、タイミングちょうどよかった。あー、疲れたね。なんか今バス撮ったら優しくてさ、まだ今撮らないでしょ。ということで、いやバスに乗れてよかった。140円。明日ここで待ってれば来るらしいね。今日はこれから下温泉行くんだ。下温泉ってどこなんだね。ちょっと見てみよう。あー、ここに出てた、出てた、ここへ出てね。優しくささやく愛しい。下温泉に到着しました。千年の秘境下温泉。いや、すごい。こんにちは。あ、お邪魔します。はい、ありがとうございます。お出迎えありがとうございました。元で絵描いてるからさ、僕いい家だな。ガラスがちょっと、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今度とも本日はお疲れ様でございます。どういたしまして。よろしくお願いいたします。はい、で本日ご用意いたしました、お部屋でございます、はい、こちら22号室と申します。お部屋の場所はですね、この建物、本館と申します、はい、こちらお2階ですね、正面玄関、とても入っていただきましたけれども、すぐ目の前に階段がございます、はい、そちらを登っていただきましたところ、お2階表側のお、いいね。ひなびと申します。わかりました、はい、こちら8畳一間で。あ、8畳一間ね、はい、どうぞごゆっくりお過ごしください。わかりました、はい、早速ですが本日のご夕食のご案内でございます、はい、ご夕食のお時間は、夕方6時から夜9時まででございます。あ、はいはいはい、会場はですね、変わります。建物が変わりまして、ただいまロビーにいらっしゃいます。こちらまた奥にまでお住みいただきますと、ちょうどこちらレストラン、あ、こっちね、ちょうど窓から見えます向こうの建物の1階でございます。はい、こちらでお召し上がりくださいませ、はい、お時間でございます。夕方6時と6時半とでお選びしていただいておりますが、はい、いかがなさ。こっちで6時だね。6時でちょっとお腹しちゃったから間に合うね。問題ございません、大丈夫です、はいはい、それでは6時にレストランでお待ちしております。はい、わかりました。どうぞよろしくお願いします、はい。続きまして翌朝のご朝食のご案内でございます、はい、ご朝食のお時間は朝7時から9時まで、はい、会場は変わりません。ご夕食会場と同じです、はい、レストランでご用意しております、はい、和洋食のバイキングでございますので、どうぞお好きな時間帯で、ね、はい、ご利用くださいませ、はい、ご利用の際はこちらのご朝食券お待ちくださいませ、うんうん、あとなんかお風呂が有名だって聞いてきたんだけどね、はい、ぜひその説明をお願いします、はい、
当旅館温泉は2カ所ございまして、そう、温泉は源泉湧き流しでございます、はい、源泉の真上に浴槽がございまして、その浴槽の足元から生の湯が湧き流れております、うん、あ、そう、はい、こちら単純泉無色透明でございます。どちらもほぼ同じ泉質でございます、うん、はい、この温泉の場所でございますが、はいはい、ただいまロビーにいらっしゃいます。こちら、お食事会場とは反対側にお住みください、はい、そうしますと、通路伝い手前に、9番の湯と、はい、奥に千橋の湯と、うん、2カ所ございます。あ、終わりました、はい、このうち、1カ所9番の湯、こちらは男女入れ替え制の温泉でございます。はい、浴槽が一つしかございませんので、うん、男性のお客様専用の時間、女性のお客様専用の時間と分かれております。あ、分かりました、分かりました、はい、男性のお客様は先にですね、ただいまのお時間から夜の8時までです、はい、それ以降は女性のお客様へと切り替わりますのでお気をつけください、はい、じゃあ早速入ってみたいと思います、はい、アクション、はい、ご説明は以上でございます。あ、そう、はい、私ね、ちょっとタバコ吸いたい時あるんですよね、はい、どこで吸うんですか。お部屋の中で結構でございます。あ、そうなの、ずいぶんいい旅館だね、はい、ありがとうございます。あ、そう、はい、どうぞ、ごゆっくりお過ごしください。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとね、はい、昔新田次郎さんが泊まってたって聞いたんですけど、本当ですか、覚えてない。私はですね、聞く話でしか、泊まったことがあるということは、本に書いてましたよ。あ、そうでございますか。それでね、新田さんのなんかどっか写真飾ってない。今はですね、腹がしちゃった、一度取ってしまったかと。あ、そう、あとなんか手のひこも止まったらしいね。そうですね、あ、そのことを書いた手帳ございまして、ぜひそちらご覧いただければと。ツタの検定帳でございます。どこにあるの。お部屋の中にご覧ください。あ、そう、ぜひご覧ください。まあ、ね、すごいね、パワーいただけるね、天皇からね。ありがとうございます。平成天皇でしょ。ですね、昭和ですかね。あ、昭和、ひろきとさん。本当ですね、平成ではないかと思いました。ちょっと私もちょっと、すいません。いい、いい、まあ、調べれば分かるんだからね。はい。あ、いろいろどうもありがとうございました、説明。ありがとうございました。すごいね。はい。その他にもですね、旅の宿を作詞された岡本さん、ご紹介されたお部屋も66年。浴衣の君は、すすきのかんざし。あ、そう。じゃあ、ここで曲数感なんかね。作詞をですね、された場所で。それもですね、宿泊をされた後にその岡本さんご本人からいただおっしゃって、それで分かったってことです。ああ、そう、ございます。じゃあ私もパワーをいただかなくちゃね。それはどこにあるの。名護室。こちら本館という建物2階の66号室です。あ、ちょっと書いておいて、どこか、はい、あ、本館の66号ね。はい、ですね、私泊まるのは9番だっけ。あ、同じ建物でございますが、また違うお部屋ですね。 66?、はいではなくてですね、22号室でございます。あ、彼は20、私は22でね、はい、彼のその岡本さんがご資格するのは66号室。はい、わかりました、わかりました、はい、じゃあちょっと彼のあれを見てみましょう。どうも、はい、ぜひお楽しみください。すごいね。お手配外付けでございます。あ、そう、はい、こちら右手に川屋とございます。あ、川屋ね。男性のお客様のお手洗いでございます。懐かしい言葉だね。あと、はい、お部屋こちらでございます。あ、いい、あ、すごい家があるじゃない。それは万山先生のね、はい、すごいね。お部屋はこちら奥でございます。あ、私もね、はい、ああ、はい、22ね。はい、岡本さんは66だよね。後で思ってたけ見てみよう。ぜひ。これ脱ぐわけね。こちらでお願いいたします。そうですか。おお、掛け軸もいいね。はい、あ、なの。あ、ストーブもあるね。あと浴衣ですね、はい、ただいまL サイズ、大のサイズでご用意しております。あ、浴衣もあるんですね。こちら大の L サイズでご用意しております。 L がいいね。 L でよろしいですか。うん、だって L サイズでご用意しております。あ、お願いします。それが小さいとあれだからさ。こちら2枚で1組ですので、お好みで。ああ、柄物とそうでないものでございます。ああ、はい、分かりました。ああ、それでここにあれかね、満たさないかと思って書いたんかね。こちらとまた様式が違うお部屋でございまして、こちらまた新しくなっての
はい、新館の方、あの、ですね、改築といいますか、あの旧館を補強といいますか、ね、うん、うん、だけど古い方でしょ。こちら古い方です。うん、いいね。一昨年にあの畳と壁とすべて、うん、そう聞いた。あのこれインターネットで見ましたよ。この雰囲気いいですね。でタバコ吸えるわけね。ハイサラは？ハイサラ奥に。あ、外でね。わかりました。じゃあまた明日会いましょう。あとあのご夕食の最中にですね、あのお布団を敷きに参りました。はい、わかりました。貴重品こちらに。あ、貴重品ね。はい、了解です。はい、それではどうぞごゆっくりお過ごしください。はい、じゃあご案内ありがとうございました。ごゆっくりお過ごしください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。失礼いたします。どうもありがとうございました。はい。すすきのかんざし熱燗と栗の首をつまんでもう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。僕は僕であぐらをかいて君の頬と耳は甘っかか。ああ風流だなんて一つ俳句でもひねって部屋の明かりをすっかり消して風呂上がりの髪いい香り上弦の月だったっけ久しぶりだね月見るなんて。酔っちまって君の膝枕にうっとりもう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい。浴衣の君はすすきのかんざし熱燗と栗の首をつまんでもう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。アシュラの流れ君を探して泣く鳥水面に浮かぶさなめ時は巡りまた春が来てあの人花は忘れなぐさ
心の中で今も優しくささやく愛しい君にまた会いたい。せせらぎ木漏れ日浴びて君と歩いたこの道、遥かな愛の轍ち、空よ風よ、なぜこんな近い、みんな過去なのに心の中で今も苦しくなるほど愛しい君にまた会いたい。